前から何度か紹介しました意外に魅力の多い町三笠市。今回は三笠市のさらに奥へ行ってみます。桂沢湖は桂沢ダムが作られたことによって生まれた人造湖で、治水、灌漑、上水道、発電を担う多目的ダムです。今回は桂沢湖からほど近い大自然に囲まれた旅館に行ってみたいと思います。もともとこの建物は桂沢ダム建設の宿舎で、それを初代オーナーが買い上げ、湯本温泉を創業したのが1957年でした。当時は工事業者でにぎわっていたようですが、近年は利用者も減少、そこで経営を引き継いだのが現在のオーナーさんです。温泉旅館の経営とともに障害者のグループホームも運営していますと館内に展示してある新聞記事に書いてありました。合鴨鍋が名物のようです。早めの注文が必要なようで、お風呂に入る前に注文しておきましょう。早速お風呂に入りましょう。お風呂上がりのアップルミントです。体の中から綺麗になった気がします。ありがとうございます。食事は大広間でいただきます。ちなみに貸し切り状態でちょっと怖いです。合鴨肉とその他の具です。とっても歯ごたえのあるお肉です。ちなみに合鴨肉はコレステロールが少なく、不飽和脂肪酸や鉄分、ビタミン B2 が他の肉類に比べてずば抜けて豊富で、とても疲労回復効果が高く、まろやかな口当たりで消化されやすく、もたれにくいという本当かよって言いたくなるぐらいのすごいお肉です。うどんもあります。もちろん他にもメニューがありますし、お酒もいろいろあるのでくつろげます。しっかりくつろいでますが、もちろん今日は一泊します。多分階段の上が客室だと思うのですが、
私はこっちです。実はこの旅館裏にキャンプ場があります。しかもソロ専用。というわけで当チャンネル2年ぶりのキャンプ場紹介です。ゴミ箱を恐竜に見立てています。トイレと炊事場はこちらです。炊事場の前に広場があって、排捨て場もこちらにあります。排捨て場の奥が一番人気のサイト、目の前が池となっています。池の横のサイトは私の経験上、カエルの大群に囲まれることがあるので注意です。他のサイトは旅館の真裏、この狭い道の左右にサイトがあります。奥には御神木的な雰囲気の木もあります。さらに奥まで行きましたが、サイトはないようです。受付では旅館の裏がキャンプ場ということと、炊事場とトイレの場所しか聞いていないので、実はよく分かっていないのですが、間違っていたらすいません。一番手前のサイトにしました。一番広そうなサイトだと横幅10メートルくらいありました。ソロなら十分な広さですが、車を横付けするとなると車のサイズも考える必要があります。そして一番プライベート感のありそうなサイト、レジャーシートのサイズが横2メートル縦 1.5 メートルです。ソロなら十分な広さですね。問題はこの通路、車は厳しいかもしれません。多めに見積もっても幅は2メートル弱といったところでしょうか。夜も更けてまいりました。明かりは一切ありません。獣除け線香を2つ焚いているので、熊対策はバッチリです。鈴よりも獣除け線香がいいと、某山岳会会長に教えてもらいました。直火 OK なのも気分が盛り上がります。チャンネル登録と高評価お願いします。